リカルド・ロドリゲス・スワレスは、スペイン・オビエド県オビエド出身のサッカー指導者。レアル・オビエドのユースでプレーしていた17歳の時に、試合中に、左膝十字じ帯を断裂。選手としてのキャリアを断念して指導者を志す。24歳で指導者となり、レアル・オビエドのリザーブチームアシスタントコーチを皮切りに、指導者としてのキャリアを重ね、 2003年からはメキシコに、あるレアルマドリードのアカデミーのダイレクターも務めた。また、スポーツ科学を学ぶために1994年から1998年まで、アコールーニャ大学、2000年から2002年まで、オビエド大学で学んだ。2003年から2006年まで、スペインサッカー連盟が発行する UEFA、プロライセンスを取得した。2007年2月5日、 ロドリゲスは解任されたジョアン・カリージョに代わって、テルセーラ・ディビシオンに所属するジローナ FC のトップチームの監督に就任し、2006から07シーズン終了まで指揮を取った。プレイオフでは、RFD、アルカラを下して、昇格を果たした。2007年6月25日、マラが CF の B チームの監督となったが、ほどなくして、フアン・ムニスが監督を務めるトップチームの、 アシスタントコーチに任命され、2007から08シーズンに翌シーズンのラリーが昇格を決めた。2008年7月、同クラブのスポーツディレクターに任命された。2010年3月4日、同クラブを退いた。2011年8月、サウジアラビアサッカー連盟と3年契約を交わした。まず、テクニカルアドバイザーとして着任し、 その後は2012年8月に代表チームのスタッフに加わり、フランク・ライカールトの下で働いた。2013年1月にライカールトの後任にフアン・ラモン・ロペスカロがつくと、ロドリゲスは U-17 代表チームの監督に就任した。2013年7月4日、セグンダ・ディビジオンに所属するジローナに監督として復帰した。会に定迷し、 12月19日に辞任した。2014年1月19日、ロドリゲスはタイプレミアリーグのラーチャブリー FC の監督に就任した。タイでの1年目はラーチャーブリーにとってクラブ史上最高順位となる4位でシーズンを終えた。シーズン終了後の11月に同クラブを離れ、直後に同リーグのバンコクグラス FC と契約した。 2015シーズンの国内リーグで30試合を終えた後。後ロドリゲスは解任された。2016年3月、スパンブリーの監督に任命された。就任から3ヶ月後の6月28日、同職を辞任した。2017年に、徳島ボルティスの監督に就任した。2020年シーズンは、J2 優勝並びに、J1 昇格を達成した。 2020年12月22日、2021年シーズンにより、浦和レッズの監督に就任することが発表された。ありがとうございます。